ちは。今日も、はい、文房具して自分で作ったものを紹介したいと思います。自分で作ったものを紹介します。うまい棒です。うまい棒の、うまい棒さ、なんだっけ、あの、なんだ、ジョーとママだけで作ったんだ。名前言うのに、前みたい。あ、そうなんだ。ジョーです。じゃあちょっとさ、あ、名前、はい、ジョーです。はい、ニューです。こんにちは。じゃあ出しますでも早速出して、みんな飽きちゃうから。じゃーん、近づいてみて。これは何ですか？うまい棒の自動販売機。うまい棒の自動販売機。うん、うまい棒すごいね。カツとか横から取りましょうか。10円をここに入れると、うん、ここにうまい棒を取って、はいはい、カメラ、はいはいはい、はい、上から取りますね。ここにお金を入れて、はい、こんな感じに入れたらお金を入れます。うまい棒を取っていいっていう仕組み。あと、うん、ここにうまい棒が映っています。これは自分でみんな入れてみたいから貼っつけたのね。じゃあこれはね、入れてみてください。あの、ゆうとも分かりました。3人でつけた。あ、そうなの。でちょっと試しにやってみるわ。じゃあこれ10円あるんで、このうまい棒が1本欲しいなって時は、ここ上から入れればいいよね、うん、はい、入れますね。はい、チャリン入れました。どうぞ。何がいい？あ、なんかもう出てきた。明太子味が出てきました。すごいね、これ、うん、横はどうなってんの、こっち側。横？あ、こっちです、こっちです。こっち側、こっちですよ。すごいな。ここに、まあ、いっぱい入ってて、うん、どうでした？作るの大変でした？うん、はい。あと、ここにあります、絵が、うん、これは切って貼り付けたんだね、これね。そうそう。で、ここにお金を回収する場所があるのね、これね、うん、回収するのね。あと、これはうまい棒入れるやつ。あと、こういうやつ。ここは何の入り口ですか？まあ、1000円とかを入れてくる。あ、お札ね、なるほど。で、ここは何ですか？ここは貯金してるんで。あ、ここにお金をストックしとくのね。なるほど。ストックです。で、ちょっと正面からもう一回見して、うん、はい、反対にして、はいはい、上から取りますね、はい、じゃーん、あ、10円ですって書いてあるのね。はい、こういう感じで、ここに10円ですって書いてある。こういう風に作りました。エビマヨとかチョコとか、いろんな種類あるの。見て、ここにいろいろ味って書いてある。ねえ、すごいね、よく作ったね。見てみる、うまい棒。うまい棒の種類はみんな知ってるからいいんじゃない。あんま知りたくないんじゃない。こういうのとか、こういうのとか、納豆味知ってる、知ってるでしょ。納豆味知ってる、こんな種類がある。納豆味知ってるでしょ。うまい棒、こんな種類があるな。ご飯もあるんです。すごいね。焼肉とか、焼き鳥とか。上手だね。これとかはーい、ありがとうございました。もうこの辺でおしまいにしますん で、はい、で最後ちょっ と、とお願いします、コメント、はい、なんか言ってください。グッドボタン押してね。バイバーイ。グッドボタン見てね。また見てね。バイバイ。誰が見てんだろうね、これね、この動画。動画